Hello, this is Tube Store, Atago, Takai in Tokyo, Matabe, and Hiroshihayashi, Japan. I say here in this video that Jomon period is the world oldest civilization, or I say the first civilization was born and raised up here in Japan, believe it or not. And Jomon period has got a history of 25,000 years, which is much older than Mesopotamia, Egypt, and Inshu. 皆、uh, And this is,、uh, excuse me, speaking speak Japanese. さん、こんにちは。縄文時代がですね、世界最古の文明であったということを今日はもう一度皆さんにお伝えしたくてこのビデオを作りました。 えー、一番左、右が社交器道具ですね、社光機道具ですね、そしてその左の,あの道具へとつながっていくんですけども、えー、三角パンティを履いていたという共通点があります。そして肩を見ていただくと分かりますように、まあ、極めて特徴的な肩をしているわけですね。この肩を持ったあの地上絵は、南米のチリ、えー、でも発見されています。そしてこうしてつなげていきますと、まあ、連続性があることが分かりますね。 連続性があるということは文明を築いていたという証拠になるんですよ。えー、それぞれの地域の日本人がですね、バラバラに、まあ、自分たちと想像力を働かせて作ったというのではなくて、一つの共通点を持っているということは、一つの文明の塊があったということですね。まあ、そういうことから、世界最古の文明はこの日本で生まれ、そして日本で育ったという。 まあ私の考え方の根拠になっているわけです。まあ、この三角パンティはー高い東京さんが発見してなさいました。大変な発見ですね。えー、まあ、ともすればですね、あの まあ、日本人というのは面白い民族でして、何でもかんでも外国から来た、外国から来たという、まあ、大前提で物を考える癖が身についてしまっているんですね。実際にはそうではなくて、日本からまず最初に艦太平洋文明を作り、そしてその一部がですよ、ペルシャに渡ってシュメール文明を築き、そして、えー、メソポタミアへとつながっていったということですよね。 そう,ううそういうふうに考えれば、すべての謎がすっきりと解けるわけです。というのもですね、もしも逆だったら、例えば、シュメールの文明がですよ、日本へ来た、アラバビロニアの文明が日本へ来たというのであれば、その途中にですね、こうした同じような文明の痕跡が残ってるはずでしょ。ところが何もないんです。 中国にも朝鮮半島にもどこにもないんです。それがポンと日本へ来たってことになってしまうんですね。そう考えるからおかしいわけです。逆なんですね。日本からポンと向こうへ行ったというふうに考えると謎が解けるわけです。前にも言いましたように、この日本にはですね、えー、え、エンえ、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 そえ、え、え、のえ、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 てえ、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 いえ、とえ、え、え、 これはイスタール・あのイナンナあの、バビロニア・ペルシアではイス,タイスタール・イナンナと言われている女神ですけども、この女神も日本から行ったという証拠が青森県から出てきましたね。その証拠の一つが、マタベイさん発見,発見なさいました、この土偶、三角パンティを履いているわけです。で中央がジョーモン・ビーナス、そのジョーモン・ビーナスが、えー、同じ像が ペルシャで見つかってるんですよ。日本からペルシャに文明が伝わっていったということです。そしてそのこのイシタールの顔がですね、縄文土偶の顔の原型、基本形となったということなんですよ。顔をよく見比べてみてください。一番左の,あジョあのいわゆるイシタールはお面をかぶってますね。あの人間の顔をしているから、 人間ということとじゃないいいいんですすよお面をかぶったという事実もいくつか出てきてきます、まあ、これがあの仮面の女王と言われているものですけれども右に同じものがバビロニアで見つかっています。繰り返しますがバビロニアから長野県の茅野市に来たのではありませんよ。そしてそのこれがあのそのペルシア一帯に伝わってそしてその文明が広がっていったということです。 要するに私が皆さんにお伝えしたいことは今までの逆だということです。いわゆる日本が、日本で縄文文明が生まれ育ち、そしてそ,のそれがですね、あの何度前も今までに見ましたように、関太平洋文明を作り、そして、えー、ペルシャ、バビロニアへと伝わっていったということです。まあ、その証拠がこの 像と言いますかこれはあのイシュタール、いわゆる世界,の世界に君臨した女神ですけども、このイシュタールと、それからその左から二つ目のイナンナ像、そしてジョンモン・ビーナスとつながっていったわけですね。あの三角のハイレグ・パンティーがー大きな決め手となりました。そして同じパンティーを履いた土偶がですね、青森県の三内丸山遺跡で見つかっているということです。 まあピンクのパンティーにしたのは私の好みです。まあ、一人はね、それぞれの好みというものがありますからね。まあ、これがイランです。これがメソプタミアです。これがパキスタンです。みんな三角パンティーを履いてますね。トルコです。皆さんがこうした写真を集めてくださいました。一番左が 人るなんなやっぱり三角パンティーを履いています。注意深くご覧ください。こうして2万年から2万5000年の間、縄文文明というのは続いていたということです。バラバラの民族の、迷わる集合体ではなくて、一つの共通の理念を持った文明を築いていたということですね。そしてこれらの像はいわゆる女神、あるいはその前の神。 神々をあ表したものだということですね。まあ、ということで、えー、日本の縄文文明が世界の文明の基本であったという話をしました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye.Hello. This is Taka in Tokyo, Matabe, Tube Store and Wada Yasunari, edited by Hiroshi Hayashi. ガデス in pink panties with physical evidence.A story of Inanna or Ishtar.In Japanese, 真鍋さんが大変な発見をなさいました。これは山内丸山遺跡の発掘物ですね。土偶です。で、これは仮面をかぶった女王ですけども、まずここを見てください。 仮面をかぶった女王、それからバビロニアの像、三角頭ですね。そして肩を見てください。まっすぐな肩線ですね。そして縦に、腕のところでちょんちょんと折れています。このコンセプト。そして右の方へ来て、やっぱり肩の線と、それから腕のなライン。そして今度は腕のラインと、えー、あの見比べてみてください。そしてこの顔は、えー まあ、バビロニアとしたのですけども子供を抱いてますね。顔とつながり、そしてシュメールの女神も子供を抱いています。こうして連続性を持ってあそれぞれの土偶がつながっていきます。一番左はシュメールの女神です。そしてここでパンティーを履いていることに注意してください。これはタカイン東京さんの大発見です。えー、そ,そしてこの ハンティを履いていること,と,ところから、この土偶がつながり、イシュタール、イナンイシュタール、あるいはイナンナですね。イナンナというのはエンリル・エンキの孫娘です。女神中の女神、世界を支配した女神です。そしてその像は、えーえー、縄文のヴィーナスへとつながっていきます。すなわち、これらの像はすべて一人の女性、イナンナなんですね。 イシュタールなんですね。そして今回、マタベさんがこの像を発見してくださいました。青森県の山内、丸山遺跡の像です。パンティーを履いています。これが物的証拠です。皆さんご自身でご確認,ご確認ください。これはまさに日本の考古学史上最大の発見ということになります。保証します。そして、えー、チューブストアさんがですね、 えー、こうした写真も集めてくださいました。みんな三角のパンティを履いています。どうして三角のパンティをこれ,これほどまでに強調したのでしょうかあるいはこれがイナンナ、あるいはイシュタルのシンボルマークということになります。すなわちこれらの女性はすべて一人の女性、イシュタルなんです。イナンナなんですね、皆さん。そして今回、 その間を埋め,る埋めたのが三内丸山遺跡のこの道具なのです。そしてチューブスワさんがこれらの像を集めてくださいました。まだ話は続きますが、すなわちこれらすべて一人の女性、女神、イシュタール、すなわちイナーナなんですね。ピンクパンティーを履いたイシュタール、あるいはイナーナなんですね。イシュタールもイナーナも、 同一女神ですす地域によって呼び,呼び名が変わりますエジプトではマリンなりそしてヘブライ語ではマリアになってキリストの母というふうに扱われてマリイナンナくっついてマドンナになったわけですよそしてこれらは皆ピンクパンティーを履いていますマタベイさんこれはまさに大発見ですね そして、そのピンクパンティーを履いた女神は世界中で発見されています。イラン、メソポタミア、パキスタン、トルコ、そして、という日本ですね。一番左が、これが、ミナンナです。タカイン東京さんが集めてくださいました写真です。皆さん、このパンティーをもう一度よくご覧ください。It's me, イナンナと、この女神は言っています。 パンティーのデザインも表記って言いますか表示されています。今から4000年前にこれほどモダンなハイレグパンティーがあったというのは大変驚きですね。これぞまさしく物的証拠です。このイナンナがパンティーを通して青森県の三内丸山遺跡とつながりました。これはまさに 大変な発見です。今までは状況証拠だけでしたけども、こうして物的証拠が出てきました。どうも、またべイさんありがとうございました。だから、その流れはイシュタールから、縄文ビーナスへと伝わり、一目瞭然ですね。そして、この縄文ビーナスの顔が、土偶の顔の基本形となったわけです。 土偶は、まあ、ジョモビーナスも含めて、イシュタールも含めてで,ですが、みんなお面をかぶっています。マスクかもしれません。ヘルメットかもしれません。ともかくもお面をかぶっていますが、これが基本形ですね。すなわち、土偶はイシュタールの顔を模して、もっと言えば女神の顔を模して作ったものだということです。もう一度皆さんよくご覧ください。これで一番右の土偶が誰かわかりましたね。そうです。 エンリルとエンキ、その下にイナンナが生まれます。すなわち、孫娘なんですね。ここ、まあ、ロヤル先ほどロイヤルファミリーのいわゆる王女として、まあ、ふさわしい女性だったわけです。そしてさらにダメ押しですけども、これはタカ・イン・東京さんが教えてくださったんですけども、イナンナのシンボルマークです。端方向に伸びているということは、金星を表します。 八方向に伸びる線はイナンナのシンボルです。そしてその形が同郷に彫り込まれている。逆なんですけどもね。同郷の形を、同郷を正方へ持っていたわけですけども、こうして同郷の多くはイナンナのシンボルマークを彫り込んでいるということです。上と下を見比べてみてください。これで皆さん、同郷の意味がお分かりになりましたね。 ただ単なる模様ではありませんよ。もちろんいろんなあの模様を書いたのがありますが、この模様は大変多いのも事実です。この模様がですね、多いのも事実です。ということもどうか頭に入れて東京を眺めてください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshi Hayashi and Taka in Tokyo, Japan. 皆さん、こんにちは。今日の物語はですね、仮面の女王の物語です。彼女は誰なのか、どこから来たのか、そして謎のハイレグパンティーの話で,話です。これが、まあ、あの仮面の女王ですね、長野県茅野市で発見されました。 まあこれは大変な発見物だということはもう間違いありません。で、その前にですね、私はあのいわゆる爬虫類人間を調べてみました。えー、この女性、女性というかね、この官民というか、土偶が誰であるかということを皆さんに話しする前に、ちょっとその前段階ですけども、まあ、こうした土偶がですね、日本だけではなくて世界中で発見されているんですね、特にバビロニア、ペルシア中周辺ですね、で発見されています。で、この 私はめですね、あの、まあ、あの、はじめで仮面の像を調べるときに、その外振りをぶるために、こうしてそのいろんな像を集めてみたんですね。そしたら、まあ、いろんなこの像があることが分かったんですけども、途中で気がついたんです。えー、皆さんお気づきですかあの、まあこ、これはみんな、あの、バビロニア、ペルシア周辺で見つかっている、うう土偶ですね、日本的に言えば、土偶、像なんです。クレーフィギアですね。 で、ここまで来たときに、私はタカさんからの投稿を思い出しました。タカさんはですね、このようにおっしゃっています。まあ、あの、みんなですね、ハイレグのパンティーを履いてるって言うんです。まあ、まあ、本当に考古学には、あの、に使わしくない言葉ですけども、ミスマッチしていると。で、確かにその、タカさんが送ってくださった写真を見ますとですね、ハイレグパンティーを履いてるんですね。私これ、初めはじめ、あの、ピュービックヘアかと思ったんです。ヘアかと思ったんですけども、途中から見てください、パンティー。 パンティー、パンティー、ハイレグパンティー、ハイレグパンティーズアンド、ハイレグパンティーズみんなハイレグ履いてますね、確かに。驚きましたね。ということは、これがね、重大な謎解きの鍵に,にな,ることなったんですね。まあ、ハイレグパンティーですね。英語ではハイカットスーツって言いますけども、バベロニア、ペルシャへ話を戻しますと、これが今言いました、バベロニア、ペルシャで見つかっている土偶です。 でこれが誰かということなんですけども、順に比較してみますと、これはあの右の方は、いわゆるそのシュメールで見つかっている爬虫類型人間、リザードウーマンですね。胸が大きいですから。で、並べてみますと、みんなハイレグパンティーを履いてるんです。こうもうこれで分かりましたね。これらの像はみんな、いわゆるシュメールの女神を、まあ、シンボルなんですよね。女神のシンボルがこのハイレグパンティーであったというわけです。 高井東京さんどううもありがとうございましたあ先日は大変失礼なことを申し上げましてすいませんでした。で、これはですね、あのー、まあ、あのー、今言った、爬虫類型人間、リザードウーマンですけども、この肩に特徴があるんです。この肩がカクンカクンとね、人間のような撫で方ではなくて、真横に伸びてストンとしてますね。いわゆる関節が一本多いように見えるわけです。で、これはあのー、日本の土偶ですけども、 道具ですね同じような型をしているということに注意してください。これも日本の道具です。群馬県で見つかっています。この型に私は注目してみました。これは t u ーブス t a さんが探してくださったいわゆる道具ですけども、やっぱり型に特徴がありますね。カクンカクンと曲がっています。これもそうです。これがまあ仮面の女王ですけどもね。 肩を見てください。カクンカクンと来てますね。これで一つのヒントが出てきたわけです。後であとでもう一回言いますか。それからあのこれが青森県で見つかっている道具ですけども、やっぱり肩に特徴があるんですね。嫌に肩が広いと言いますかね。縄文人たちは想像力であの道具を作ったわけじゃないですね。見たものを作ったのです。 そそここににに見たたもののののを一生懸命に残残うとしたんでですすす。ね。れはけど、右の方にバビロニアの像が残っていますやっぱり肩、それからコンセプトが同じですね。頭を見てください。三角形でしょで、日本だけで見てるとね、これはの三角形のマスクに見えますけども、これ右もバビロニアで見つかっている像なんですけども、やっぱり肩がカクンカクン、頭が三角形です。まあ、こうしてあの世界の土偶とつなげていますと、日本の土偶が浮かび上がってくるというわけですね。 でもう一度比べてみてください。バビロニアと、それからこれ、こまあ、両方ともバビロニアですね。椅子に座ってるんですよ。これ。三本足じゃなくて。よく見てください。で、椅子に座ってる。これがまあみんな椅子に座ってるバビラロニアの像ですけど、やっぱりコンセプトが同じなんですね。はい。三角形の頭に、まあ、こういうことなんです。まあ、群馬県の道具も素晴らしいですが。そして、 比べてみますと、やっぱりカクンカクンと、みんなあの一様にあの角ばった方、それからあこれは地ザの、チリの地図の地上絵ですけど、やっぱり角張ばっている。で、まあ、同じように角ばっているということを皆さんあの見てください。頭が三角形です。で、あの三角形の頭は何も日本だけにあるわけじゃないですね。そして丸,い丸っぽいのもあるんですね。で、これも椅子に座っているという意味で共通点があります。 で、今皆さんに見ていただいているのは、仮面の女王がですね、えー、バビロイナにも同じものがあるということなんですよね。そこにまあ注意してください。そして、そのコンセプトが同じであると。で、頭は三角であると。で、結論になりますけども、結論をお話し,します。まあ、順に見ていくと結論が出てくるんですけども、これが仮面の女王です。誰なのか。 どこから来たのか、男なのか、女なのか、もう女だって言ってしまってますけども、これが仮面の女王です。そして、この肩を見てください。頭を見てください。つながりますね。そして、今度左行って、やっぱり肩もつながりますね。これ日本の道具。一上は上はシメールの女神です。名前はわかりません。この今はね。あの右下、左、左来てコンセプトが同じだと。そして、ここでですねあの、まあ、鳥のような頭の人間が出てくるわけです。 で、ここでですね、あの、なんでこれが二つがくっつくかと言いますと、パンティーなんですね。皆さんよくご覧ください。あ、この前に赤ちゃん抱いてますからね、あの、それで繋がっていくんですけどもね、あの、赤ちゃん抱いてるでしょ。そして、あの、これら女神であるということはこれでわかるわけです。そして、シメールの女神と繋がっていくと。そこで、たかさんが教えてくださったように、ハイレグパンティーが、まあ、この謎を解く鍵になるわけですね。そこで、この、戻りますけども、この、 パンティーをもう一つ注目してみてください。パンティ、パンティ、パンティーですね。つながってますね。しかもですね、このパンティーというのがですね、特徴がある、いわゆる,いわゆるハイレグパンティー。で、なんですね。そしてこのシメルの髪とつながっていく。で、さらにですね、ここでイシュタールと結びつくんです。イシュタールもハイレグ三角のパンティーを履いています。これが結びつかなかったものですから、今まで苦労しましたけども、 シュメールの神というのは、まさに皆さん、イスタール・イナンナだったんですね。イナンナです。シュメル語でイナンナです。そして、このイナンナは、イナンナ、イナンナこれはもうはっきりしてます。真ん中の土の像。そして、日本で縄文ヴィーナスとなったわけです。わかりますかこれでつながりましたね。ということで、縄文ヴィーナスから、それから、あのー、三角頭の え、仮面の女王、そしてシュメールの女神、そしてイナンナイシュタルと繋がっていったわけです。まさに、何て言いますか、あの、はい。ハイレグがですね、ハイレグパンティがその謎を解くと言いますか、繋ぐ重要な鍵になったというわけです。ではもう一つの事実をお教えしましょう。 まあ、これはのシュメールの、あの、今言った、イスタール。これ、ごめん、シュメールじゃない、あの、イスタールってことははっきりしております。これイスタールの像だってなってます。で、その説明がですね、面白いですね。愛らし,愛らしくも恐ろしいと。それで、この世のとも思われない白い肌と、燃えろなかい目を持ってると。で、彼女は右手で招いたらね、それを拒んだらね、もうすぐまあ殺されてしまう,とうわけです。さあ、この兵、イナンナを見てください。目とおへそに特徴がありますでしょ イナンナンを見てください目とおへそに特徴がありますでしょそして縄文のヴィーナスもどういうわけかおへそだけは強調してありますね。他の部分はなおざりになってますけども。これはペルシャで見つかった先ほどあの,あの見せました像ですけど、これはみんなイナンナですね。共通点はおへそが大きいということです。おへそが大きいということですね。レプタリアンはここでセックスをしたんでしょうかというようなことで考えてしまいます。 ちょっと考えすぎですね。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan.Japan, Japan, be ambitious.Japan is a land where g a t s l i v e 日本まさに神々の生まれ育ちし国。 日本は神々の生まれた土地でありそしてここで神々が育ち世界へと散っていきましたその証拠をお見せいたしますこれが大占領ですね大阪堺にありますこの3つの古墳を並べてみますと配置がギザの ピラミッドと全く同じなのです古墳は円形部と方形部のちょうど交わるところに点を取ってくださいもう一つやはり大線量ですけども古墳が並んでいますこれら三つをつなぎますと正確に90.00直角ですそしてこの形を二倍しますその形は ギザのピラミッドナンバーツ2ピラミッドと同じです。高さを底辺で割りますと、計画51.50が出てきます。これはギザのピラミッドがあ作られた時の高さです。そして大仙領周辺のピラミッドあ古墳をつなぎますと、計画は51.03です。これは法隆寺所蔵のレプタリアンです。 この横,がこ,れが横顔です、ね、これがシュメールの神と言われています法隆寺のレプタリアンの顔とシュメールの神の顔を比べてみてくださいこれを違うという人がいたらむしろそちらの方の方の方が頭がおかしいのではないでしょうかそして次のお見せするのが 縄文のヴィーナスです。血の死で見つかりました。この女性はイシュタール・イナンナです。右がバビロニアに残っているイシュタール・イナンナの像です。エンリル・エンキリの、エンリキのですね、孫娘です。そして、この顔が、まあ、中央のですね、土器の顔の基本形となりました。 これは銅鏡ですけどもこの銅鏡についてですねタカイン東京さんがですねイシュタールのシンボルマークと同じだということを発見なさいましたそしてこのマークがですね模様がですね銅鏡のあちこちに彫られています大変数が多いですから皆さんも調べてみてください すなわち、東京はイナンナ・イシタルのいわゆるシンボルマークを彫り込んだものとも言えるわけです。左が日本です。右がバビロニアです。日本からバビロニア行ったんですよ。誤解しないでくださいよ。日本がスタートなんですよ。だから日本の方が詳しいのです。この仮面の女王もそうです。これは チューブストアさんが送ってくださった写真です。仮面の女王です。右がバビロニアの像です。頭に注目してください。三角頭してますね。明らかに車光仮面をかぶっています。ヘルメットかもしれません。並べてみると、その共通点といいますかね。それがよくわかります。 仮面の女王はまさにバビロニアへと行ったわけです。これはやはり中部沢さん、さっき送ってくださった写真ですけども、百聞は一見にしかずですね。そして埴輪についてもそうなんです。埴輪のこれはよく見られる基本形です。このスカート部分に注目してください。ひだひだひだとなっていますね。 埴輪によってはですねこれは五段六段になっているのもあります。私にある埴輪では五六段になっていました。これはまさにリシタールイナンナのスカートを表していると言えます。顔はお面、いわゆるお面ですね。そして又兵衛さんはこんな埴輪を教えてくださいました。まさにコーンヘッドですね。 日本にもというか日本に超党人間がいたんですねそして世界へと知っていきました右はダヴィンチの描いた超党人間ですこれはブルガリアのソフィアにあるアレクサンドル大聖堂の絵ですそしてこれがパラカスで見つかった超党人間の頭蓋骨です DNA 鑑定の結果エイリアンと証明されました これが土偶ですね。足を半分くっつけてみました。元の形はこんな形ではなかったかと思われます。そして、この土偶の形がですね、南米のあちこちに見られます。地理の地ザの地上絵にもあります。これはあのあちこちに見られる形なんですよ。一つを選んでみました。異様にニマ股だということに皆さんお気づきになると思います。 像を見ていただくとわかりますように、どちらの像の方が詳しくて精密であるかということなんです。日本の縄文の土偶の方が精密ですね。ということは、日本から世界へ神々は散っていったということになるのです。逆はできませんからね。この像についてもそうなんです。異様な 言いますか、明らかに歩行補助装置ってますかねパワーセーティスーツを着ていますこれは磐田市で見た UFO の軽の UFO 型の時です磐田市の博物館ではこれを傘というふうに説明しています傘なんかじゃないこの円形部の微妙なラインそして線も同じです 次に中宮寺の、奈良中宮寺のハ繁華シー像ですね。これはガンダーラ仏を代表する祖像ですね。材質は全く違うんですよ。左は靴の木の組み木出てきています。この二つを張り合わせてみると、口と鼻の長さを除いて、あとは寸分たがわず同じなのです。よく見えないかもしれませんけども、頭の毛に隠れているボコボコもここで一致するんですよ。 もう言葉がありませんね。これはカルラゾです。幸福寺にあります。超人間ですね。頭が鳥なのです。日本のカラステングの原型です。まさにカラステングですね。頭の部分を見てください。何かついていたのがよくわかりますねしかし、頭の部分のここにあった飾りは今ありません。右がエドフ。エイフトですね。鳥人間です。 こんなものが頭についていたものと推定されます。あれはこんなものだったかもしれません。そしてこのガルーダ、カルラ像、ガルーダは東南アジアへと散っていきました。東南アジアのあちこちでこの像は見られます。そしてこれが八戸、ジャパンで見て、私が見た像です。人間が合掌道具と言われています。これはアステガの 像です。地下洞窟で最近発掘されました。これらの像は共に3本指で同じなんですね。そして頭がボコボコボコとしているところに注目してください。指が組んでありますから6本になってますよ、右は。しかし3本ずつだということです。お疑いの方は自分の手を組んでみて数えてみてください。10本になるはずです。そしてこれがキトラ古墳の重刀人間です。 頭が獣なんですねこの重刀人間につきましてはエドフにも2種類あります。狐の顔をした重刀と、それからライオンの顔をした重刀と2種類あります。ここでは狐の顔を紹介しました。そしてこれは土器なんです。日本の土器なんですね。それに対してフランス在住の加藤恵子さんがこんな情報をもたらしてくださいました。 なんと、グルジュアではですね、ドキのことをドキというんだそうです。スペリンがちょっと違いますが、これがドキです。in Japan です。そして、グルジュアではドキと発音してドキーと書きます。皆さんはこの事実をどう思いますかさらに、グルジュアでは壺を使ってワインを仕込んでいました。日本でも、この底からアルコール分が検出されています。 同じものがグルジュアで見つかりました。比較してみてください。さらに、こんなことも分かりました。これは井戸尻、富士見町の井戸尻にある、考古館にある像ですけど、逆さまに置いてあります。この像は、見比べてみてください。まさに、 ギザ高原の最近見つかりました像と同じなんですね。これがエイリアンだということは、この像のそのものの中にありました。ここを見てください。UFO が空を飛び、そして光線を下に向かって放っていますね。エイリアンです。これもう一度、この江戸尻の、江戸尻の、この、まあ、江戸尻ではこれを土器と言っていますけど、土器なんかじゃないです。頭とペアになっています。 そしてこれは土偶なんですね。これがすっぽりと収まります。向きがちょっとね、違いますけども、すっぽりと収まります。これが土偶であるという証拠はバビロニアに残っていました。アフラマザーです。アフラマザーです。ね、ここに輪があるの、わかりますか そしてこれはマントなんですね、皆さん。マントなんです。マントが背中側に回ってる。そしてここの輪に注目してください。日本の輪の方が精密で精巧でしょこれと同じものが南米でも見つかってるんですよ。あ、ごめんなさい。アステカでも見つかってるんですよ。これはもう一度皆さん考えてください。これは日本の ですねこの古墳はまさに神々の真剣の象徴である丸い輪とリボンを表したものと考えます。同じものがアステカでも見つかっています。そして日本では神々を祀る時にしめ縄を飾ります。その習慣は今にも残ってるわけですね。そしてさんが決定的な まあ、何てますか。和を見つけてくださいました。右がエジプトの、まあ、形からしてアフラマズダを表しているわけですね。この和を見てください。ランスケさん、どうもありがとうございました。これはまさに決定的ですね。エジプトの真剣を表す和と、そして日本の真剣を表す和が一致しました。 さあ、もう一度皆さん考えてみてくださいこの古墳を並べてそしてエジプトのピラミッドを並べてみますと感覚が同じなのですさらにピラミッドを選ぶというか大きいのを3つ選んでそして つなぎますと正確に90度になります直角三角形ですそしてその形を半分まあ反対側に置き直しますとその形はギザのピラミッドと同じなのですわかりますか皆さん日本からエジプトに神々が渡ったのですよそれが この結論であり、こうした事実を並べると、皆さんも納得してくださるものと思います。私は、日本ランドがですね、まさに世界の中でも最も偉大な国ということに対して、何ら中止するものではありません。もう一度皆さん、 この日本そして私たち日本人を振り返ってみようではありませんか。